はい、僕は夏休み法をやっていきたいと思います。本日が11日目ですかね。はい、昨日はね、虫大会もなんとか乗り切れたのでなんとかね、まあこれで当分はちょっと安心ですね。まあ今持ってる虫を強化しつつ、うん、そうだね、ちょっと強化した方がいいよね。じゃあいただきます。いただきます。いいね、ザ朝ごはんって感じ。魚でね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日の内緒のなんとか大会はどうなった？え、何それ？バレバレですね。次は25日だって。なんだよそれ。かなりバレバレですね。本当だね、全部バレてるどうなの。さあさあさあ、またそこにいるおばちゃん。じゃあとりあえず、そうだな、どうしようかな。おばあちゃん、おる。おばあちゃん、喋ろう。私もちょっとじゃあお茶でも飲もうかなってじゃあとりあえず行くか。秘密基地だ。門消し、門消しってあれ確か負けたら取られるんじゃなかった。おお、どうした。島での生活にはもう慣れた。こっち島は私が住んでるあっち島と違って賑やかでいいよね。確かに今向こう住んでる人ほぼいないもんな。確かに言われてみれば。実際家もあそこしかないよね。合言葉を言いな。はい。おまんら許さんぜよ。おまんら許さんぜよ。ちょっと元ネタわかんないんだけど。中に入れ。合言葉を言いな。おまんら最高だぜ。ブーブー、入っちゃダメよ。入ってきちゃダメだよ。ダメダメこっちとら正解してんだよって。10日の虫相撲大会面白かったけど、25日の大会はもっと面白いってもめちゃんが言ってたよ。不安だよ25日。そこまでにもっと集まるかな、いい虫。今日はどこへ行けば面白いか予言を聞きたい。ぜひとも。じゃあ今日は6ね。1、2、3、4、5、6。はい、1個だけか。じゃあこの中から好きな数字を選んで。夫婦の寝室、あそこの窓辺を調べると何かいいことがあるみたいだよ。え、当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。はい。じゃあ別に時間の指定はないんだよね。じゃあこの後もう見に行こうかね。こっち島の防波堤、夜？あ、そういうこと。誰かが夜釣りでもしてるってこと？当たってると思う？なるほどなるほど。さて、行こう行こう。それは行こう。夜な。はい。郵便局、昼。ごめん、郵便局やばい。だって渡してない、渡さない。誰に渡せばいいんだっけ、あれ。蔵の中な。はい。いいえ。ありがとうね。じゃあ、予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。マメは本当に何でも知ってるんだ。強いよね。はい。
うん、特に起きてなくない？なんとなく、うん、僕に教えても大丈夫かそれで。まあいいね、太陽偉いよその精神。ちょっと門消し相撲見てみる？お、門消し相撲か。うん、僕やってみたいんだ。いいか、まず門消し相撲は土俵の左右を叩いて揺らして勝負するんだ。足以外が地面につくか土俵から押し出されたら負けさ。ほぼ同時だったら引き分けね。練習と本気があって、本気は3回戦勝負。つまり先に2勝したら勝ち、逆に2敗して負けたら負けた門消しは相手に取られちゃうから気をつけな。勝負を始めたら途中ではやめられないぜ。取られたくなかったら練習モードで遊べってことだね。では門消し相撲の世界へレッツゴー。でも考え方を変えればよ、相手の門消しを奪えるってことでもあるわけでしょ。なるほどね。一回ちょっと練習で行こうかな。なんか強さとかあんのかな。なんかダサいな、太くない、なんかあんのかな、この子は強いこの子は弱いみたいなの。この子どう？同じ黄色だし。石油って書いてあるし。いけ、石油アタックだよ。ほら。あ、勝てそう、勝てそう、勝つ。意外と粘るね。頑張れ！負けちゃう！やった！やっぱ負けか。次は私の番ね。スモールキャリア。ちょっと待って、本気で行こうかな。いけ、スモールキャリアもらうぞ。頑張れ頑張れ。弱っ、スモールキャリア弱くない？これいけるわ。この子強い、石油強いぞ石油。頑張れ頑張れ。ほら石油。はい、いただきました。次は俺かな。バスザローカル、うわ強そう。ちょっと一回これをだから練習に変えて。覚悟はいいか。いけるか、意外といけるか。ひ、その程度。あ、まずいまずい、その程度やるじゃねえか。いけ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 、いけるな。ちょっと苦戦するかもしれないけど、意外といけるかもね。これなんか弱そう、もらおう。あーちょっと、あ、やばいやばい、あ、最悪だ最悪だ。最悪最悪最悪。よし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 、やったぜ。取られた。よっしゃ、いただき。返して、ちょっと、くそ。あ、スモールキャリア持ってたし、いらねえ。じゃあスモールキャリア出そう。持ってんねよな。くそ、返せよ。スモールキャリアクソ弱い。よし、いくぜ。安定感がないもんな、この子な。よし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 、やったぜ。弱え。よっしゃ、いただき。いいよ、それはあげるよ。ちょっともっと強いもん消してほしいわ。俺のスーパーカブトンは強いぜ。お前も虫相撲をやるなら目標にするこったな。ムカつく、そのカブトムシどこで取ってきたの？それだけ教えてもらっていい？なんか盗んだんじゃないの、どっかから。こういうの風評被害っていうのよね。うーわ、ずうずうしくない？スーパーカブトンゴー。はぁ、
なんだよ、スーパーカブトン潰さなきゃダメなの？無理くない？スーパーカブトン潰すの。でもこの子私はね、本当はね、あのもっとせん、なんだろう、でも弱いにしよう。こいつでどうだ、うん、なんか実績を作りたい、もっと、うん、あー頑張れ、そこで踏ん張れ、踏ん張らない、踏ん張らない、うーわー、くそったれー、頑張れ、あー、あれ、かまつき、かまつき、かまつきしていいよ、あー頑張れ、バックしないからかまつきしないな、あか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 あ、頑張って、よし、いいぞ、ちょっとスタミナ的にあんた負けなさいよ、早く、どうそこだ、よし、いいね、悔しい、負けた、そっか、もう弱い、でも俺かな、こんなん出してくるようになったんだな、みんなあれだね、好きなんだね、赤足、やめ、失敗した、いきなり技を、私が今叩いたからいけない、あ、何ふん、ガブリオリ、ガブリオリうぜ、あ、レベル上がった、やった、やだね、ガブリオリ、うん、全然やだ、本当にパンチしたくなっちゃう、ストレス、さっきのこんなやろら、こんなやろらってじゃあこっちも行ってみる、いけるかな、この子レベル低いしね、おい、かまつきだね、いいよ、かまつきだねいいね、いいね、あーもうね、ガブリよりうざいね。何笑とんねん。向こうに経験値上げてるだけなんだよな、これな。何、何鍛えてあげたらいいだろう。押す力。押す力じゃない。よし。だ、どうする、誰、誰、誰鍛えます、出します、この子でもレベルもう5でしょ、強いにしたろ、まだこれだ、何、ついに出たな、髪切り、やばいね、髪切り来たよ、ついに、怖え、髪切りって鬼好きだな、ほらね、強いのよ髪切り、やばい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 、頑張れ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 てかその新技、ここに来て何が決まったの今、ホイサツ、え、強レベルアップか、じゃあ次は僕の番だね、え、もらいたいんだけど、あれ、え、でか、どこで取ってきたのそれ、鬼でかいじゃん、あんた。ちょっと。え、みんなが、頑張って、みんなが本気すぎるよ。万事がためだ。死ぬんですけど、そんなされたら。やば。うわ、勝った。でかくない冷静にでかくない、マジ、そんな強いの出してくるん、キビいね、これはキビいよ、ちょっと何鍛えてあげようかな、これかな、はい、な、何匹でもらえます、赤足じゃないよ、これ15匹の価値おりませんと思いますよ、じゃ、この子とかどう、チナ、チナ、この子はどうですか、お、13匹の価値、
待って、でも13匹の価値？うわ、もらえる。もらい。わかった。交換する。やった。ずっと欲しかった。カナブンが手に入りました。やった。ありがたい、ありがたい。ありがたい、ありがたい。いけるかな？無理だよね、さすがに。そうだよね。ちょっと弱いに変えようか。じゃあこれでいいかな。さあ、うちのカナブンが火を吹きますよ。頑張って。頑張んなさいよ、カナブンさん。いけそう。いけない、いけない。技出してね。頑張って。技を。待ってました。ね、技何にも出さないんだけど。嘘でしょ。ちょっと待ってよ、トランポリン。買ったんだ。トランポリンケタグリはどこ行ったのね。え、トランポリン。切ない。なんかね、トランポリンケタグリどこも先じゃなかったわよ。鍛えましょう。この子は鍛えときます。押す力が弱すぎます。はい、もうそろそろ去ります。ちょっとでもこの子とかだな。もうちょいでしょ、この子とかな。あ、でももう全然もうちょっとじゃないじゃん。まだ7勝か。頑張って。でもどこにいんだろう、あのでっかい。おお、あのでっかいクワガタとか。ああ、負けぞ。回復の舞、梅だね。出たね、回復の舞。ずるいぞ。聞かぬよ、そんなもの。頑張って。技出して、技。あー、負けぞー。あれ、あれ、この子ちょっと技がね。いけそう。待ってました。あ、待って、嘘でしょ、本当に。嘘でしょ。うちの子、ったんだ。うちの子たち弱い。あー、レベルが上がったよ。ほら見てよ、レベル。あー、うちも上がったわ。でもよかったよかったね。無駄な戦闘ではなかったということで。じゃあもうこの子はどうしよっかな。踏ん張って、もうちょっと、うん、じゃあラス1です。ラス1はダーク先輩。ダーク先輩はレベルをもうちょっと上げたいよね。はい、頑張って。レベルは同じなんだね。あー、負けぞー。ナイス、ダーク先輩。もう一発ぐらいか。もう一発ぐらい。やったぜ。新技来たって。新技来たよ。新技打って、新技。あれ、あれ。いけそう。回復の舞、梅だね。回復された。終わった。技打って。デッコピン。デッコピン全然効いてないよ。大丈夫。デッコピン効いてない。違う技打って。違う技。あ、まあでもデッコピン覚えたかな。デッコピン、何デッコピンって。いいわよ。はい、ありがとうね。あのカブトムシを倒さないとさ、多分その後の切り札というか、なんていうの、卑怯みたいな、大体出してくるじゃん。あの、それ虫なのみたいな、なんか卑怯なの。出してきてくれないよな、きっと。よいしょ。じゃあ、全員整列。よし、解散。とりあえず家に帰ればいいんだよね。家に帰って、何でしたっけ、夫婦の部屋のなんか窓の方をチェックしろって。何があるんでしょう。今日は夜もあるからな。うん、
っから入った方が早いよね。窓、ここ、こんなの大嫌い。何？おじたちの部屋の窓辺には古いセピア色の写真が飾られていた。広い空と入道雲、そして海辺に集合した7人の子供たち。この子たちは誰なんだろう。素敵な写真。これを、これが今日のあれか。とか。なるほどね。え、今日のメインイベントこれで終わり？どうしましょう。ちょっとどうしようね今日。とりあえず向こうに渡るには渡るんだけど。そうだな。とりあえずあれ一人でいるわ。じゃあね。とりあえずちょっと虫の来る木が今のところそれしかわかんないから。それまだお盆の時期も来てないもんな。お墓にきっとあるよね、お墓参り。お前が出たおかげで予備大会もまあ盛り上がったな。なんなの、あなたたち。私に負けたんだから、神戸を垂れなさい。なんかいるかな？やったぜ！違うんだよな、本当に。本当に違うんだよね。なんなんだろうね。なんかいるかな？やったぜ！あ？なにこれ？ノコギリ？ミヤマ来たー。ミヤマ来ました。これで勝てる。本当に勝てるか分かんないけど。なんかいるかな。チェチェ、何にもいないや。いやでも一匹増えたのはでかいでかい。しかもミヤマでかくない？冷静にやっぱさ、あれじゃない、分かんないけど、あのほら一応さ神社行ったじゃん昨日。今日も神社行っとこ。わかんないよ。神社にお見舞い、お見舞いじゃないわ。お参りするのが何かこう、いい作用してるかどうかわからないけど。あら。お友達宛てのお手紙を受け取っていったけど、ちゃんとご本人に渡しましたか？あ、そういえば。じゃあ、忘れないうちに渡してくださいね。どうやって渡せばいいか分かってないんです、ごめんなさい。今日の夜ちょっと試みようかな。どうしようかな。こっちから行くか。とりあえずもう夜もここに来なきゃいけないんだよね。夜ここまでこう走って行っててさ、大丈夫なのかな。時間不安ではあるよね。あ、でも別にあれか、海から行けばショートカットできるか。いやでも夜海入るのはちょっと違うよな。よし、あっち行くぞ。じゃあ、あの、蔵見に行って、で、神社行って、そんなもんかな、今日はとりあえず、昼間にすることは。ね、この辺もね、もっとちゃんと潜んないといけないんだけどね。さてさて、今日もここにいるのね。今日もいい天気ね。同じこと言ってる。てかそう思った、この車ってここに来れる？道細くない？大丈夫なの？ねえ。
みんな変わってるわよ、ここにいる人たち。ひどい。でもそうよね。ひどい。意外にダメだなって。なんでここがいつもさ、出てるんだろう、あれに。なんかあんのかな、この中に。実は、アイテムとか。もう多分全部見たんだけどね。ほら。ないよね、やっぱりね、何も。やっぱないわ。何なんでしょうね。何でいつもあれが出てるのかっていう。まあいいや、とりあえずじゃあ、神社行きます。間違えました。あ、違う。虫のやつ見ちゃった。今匂いいた、今匂いいた、今匂いいた、今匂いいたよ。匂い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 、これトンボだな。動きが早いあたりを見ると、やっぱ10日過ぎたからちょっとあれかな、なんか増えてきたかな、その持ってない虫とか。本当よくないと思う、僕くん。これって熟したりします？さすがにしない？そうだよね。うわ、待って、すげえ早え。何あれ。なんだったの今の。セミだろうけどね。何のセミだったんだろう。うわ、待って、匂いいる、匂いいる。はい。そういえばなんかいろいろ、あれビール瓶とか売りましたっけ前撮ったやつって。記憶ないんだけど。なんか、うん、あれだよな。ちょっとチョコ買いてえよな。てかその水生生物がいつまでも買えないんだけど、これどうしたらいいんだろうね。あとそういえば地図の問題もあるよね。地図も結局あれ以降何も取れてないからさ。なんか見晴らしのいい場所って言うとここなんだろうけどさ、ここの地図はもう拾ったしね。うん。どこなんでしょうね。よいしょ。とりあえず戻って、てか途中で溺れて帰ろう。よくないけど。で、あの、カマキリとかいた方行こうかな。なんか虫いるかもしんないじゃない？こういう感じでさ、急にニューが現れてきてるから。ちょっと、移動が早いよ。はい。全然捕まんないんだけど。ちょっと。何あいつ。入った。入ったぞ。あ、もう秋やかね、もう秋だね。もう秋の風がちょっとし始める感じか。でもなんかこんなの完全にマジでさ、昔だよな。もう今秋なんて概念ないですから。なんか、春、夏、冬、みたいなね。ある意味貴重ですよ。ね、さあ。向こう戻ったら4時ぐらいかな。とりあえず溺れていいんで、なんか深いとこ行こうかな。普通死ぬよね。
っと死ぬよね。そういえば蜂の巣ないよね。僕、海で溺れちゃったの？龍神様とご先祖に感謝せねばな。そうだよね、僕夏4って蜂の巣がないのか。蜂の巣で帰るので好きだったんだけどな。わーって夕方になってしまった。私どこまで行けるだろうか。あ、なんか、なになに、またあんたたちそんな二人してな、なんなの？ギャグ切れ。その話しない？なんで？そういう気持ちの時ってありませんか？ちょっと僕くんの年頃、待って、ミスった。はい。腹減って仕方ねえぜ。健康でいいね。うん。とても健康ですね。よし、行くぞ。果たして行けるかどうかわかんないけど。いや、きびいな。もう5時になるもんな。まあまあまあ、行けるとこまで。よいしょ。でもさ、お祭りっていつって言ってたっけ？なんかもうそろそろなんかあれじゃないの？そういう時期来そうだけど。よいしょ。あ、意外と簡単に来れましたね。うん。よかった。特にニューはいないね。はい。あ、いた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 。今ニュー跳ねてる。ニューが跳ねてる。違う。これ絶対ニューじゃない方。入りません。あれ、どこ行ったニュー。いるいるいる。何これ、マツムシ。いやー、気持ち悪い。バババババって羽ばたきしないでほしい。お願い、本当に悪夢だわって。そういえば書いてない、今日なんか書くことあったかな。あの写真のこととか。違ったわ。はい、あ、虫交換ね。そっか、初めてだもんね。カマキリ一匹あげちゃったからな。まあ、弱い方だからね、別にあげたのね。そんな。いないな。いいな、この時間のここいいな。ねえ、すごくいい。てか、雲が夏すぎる。夏の雲すぎるな。いない、跳ねないな。暗、どういう確率なの、あれがいるの、いるといないのとって。あ、いた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 、今いたいた、今いた。あ、いた。ハラビロさん結構簡単に捕まるな。交換用とかのためにももうちょっと捕まえといてもいいかもしれない。ハラビロさん、ハラビロさん、そっちにいた今。そろそろね、迎えが来ちゃうんですよ。違います。いたいた。ニュー、ニューだと。うわ、イナゴだって。テンションがた落ち。イナゴか。来ちゃうかな。来ちゃうかな。来ない。まだ来ない。まだ来ないよ。跳ねて。跳ねるの。バッタ。バッタじゃない。カマキリ。跳ねないの。ノスタルジーだよね。意外と来ないよ。いい感じなのでは。うわ、来ない。うわ、ご飯だよ、ご飯。急に来るのやめてくんない？本当にタイミング、タイミング。
よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。特に会話もないのね、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たまには夜釣りでも行こうか。あ、これか。太陽は来るだろう。もちろん。キミコちゃんは？私は怖いから遠慮していいですか？いいですよ。で、ボクちゃんは一緒に行く？はい。よっしゃ、そう来なくちゃ。じゃあまずは郵便局の前で待っててくれ。今夜は防波堤まで行くから多分アナゴが釣れると思うぞ。マジ？太陽は俺と一緒に準備ね。郵便局だって。真夏の怪談。真夏の怪談。この夏限定でお送りする真夏の怪談。笑っちゃうんだよね、真夏の怪談とか言われると。ふうみたいな。本当に怖いのっていうね。絶対怖くないもん。さあさあさあ。ちょっとお金がね。お盆の前後ってお墓から幽霊が出てくるんだぜ。ほんとさ、いいね、あんたたち平和だね。よっしゃい。なかったわ。はい、マイダリー。ちょっと拾ってこんとな、金がないな。ちょっとそうね、ちょっとお金のためにも拾ってこんといかんな。よし、来た来た。じゃあ防波堤に向かって出発。おお。お道は怖いけどビビるんじゃねえぞ。怖いわけないじゃん。この子がね、いつも夜うろうろしてるって事実を知らないわけ。ねえ、僕くんはそんなね、生半可な気持ちで生きてないから。チャリ乗っちゃうから。ブーン。超簡単って感じ。ブンブンブン。だいたい昨日はだってここで会ってるもんね、人にね。これ帰りどう？泳いで帰った方が早いかな、やっぱり。ブーン。太陽は、バーン。異常事態だからね、本当に。ちょっと待って。嘘でしょ。喧嘩売ってんじゃん、こんなの目の前で。大丈夫？ねえ、アジしか釣れないんだよね。なんか知らないけど。あ、マジ割れにできるの？マジ？これで大物いける？大物釣りたい。そしたら明日ご飯に出せるよね。24時間以内だもんね。やったぜ！あら。イカちゃんです。いいね。かわいい。イカって何匹で料理になるんだろう。イカって何に使うの。イカリング、イカの刺身。え、やったぜ。マダイか、いいね。てか30匹いてまだ5匹しか釣ってないの私。マジ？そこに結構びっくりしてる。うん、あ、そんなもんなんだ、私っていう。だっていっぱい釣っときたいよな。お、なになに、すごい大変そう。やったぜ。まあ、ナゴ。ついにアナゴ来ましたよ。でもこの辺もまだ料理に出すほどの数ではないってことでしょう。あ、てか泳いで帰れないの？飛び込むってワードが出てこないから、やっぱさすがに夜のね、あれは無理か。太陽大丈夫？私めっちゃ釣ってるけど。やった。2匹じゃダメ？やっぱ人数分はいるってこと？最低でも。あと結構な量。めっちゃ釣れるやん。
めっちゃ釣れる、アナゴくん。アナゴくんだって。アナゴさん？うん。え、誰よりも釣ってない？自信持っていいよ、僕くん。誰よりも釣ってるから、今。うん。え、早いのかな？頼む。明日の晩ご飯に出したいんだよ。まだ無理なの？今で4匹目？ 1,2,3,4,5 6人じゃん。6匹いたらいい？あれ。早く押すのもあれかなと思ってあれしたら。ね、なにタイミングむず。すごいじゃない。クロダイ釣れました。今日は釣り会ですね。まあ、せっかくね、わざわざ夜釣りに来たんだから、ちょっといっぱい釣っていかないとね。めっちゃ見てんのよ、太陽が。太陽釣れてる？ねえ。もう一回タイ釣りたいな。あ、オッケーになった。じゃあもういいのかじゃあもう一回やって。あ、でもイカちゃん釣りたいまであるけど、イカちゃんも結構さ大変そうじゃない？イカちゃん、5匹でいいんだ。イカちゃんも多分それぐらいはいるよね、最低でも。来ねえ。なんも来ねえ。いいです。帰ります。じゃあねえ。違う。喋りたいの、喋りたい。奥ちゃんいいかい？夜の防波堤はかなり危険なんだ。海に落ちたら助けてあげられないかもしれないし、だから気をつけて行動するように。うんうん。で、この辺りで夜釣りって言うとアナゴだな。もうアナゴばっか。たまーに大きいのも釣れるから、まあやめられないんだけどね。本当にアナゴばっかりよね、実際。チャリ置いてくね。返しといて。最悪。最悪すぎ。とりあえず今8時でしょ。うわ、もうこれ帰ったらあれだな、即風呂入って寝てだな。うん、一応あれは聞いた方がいいかなと思ってるんだけど、あの何枚だ何枚だ、1000枚だ100枚だ、足りないよ。一応これだけ見といていい？なんかいるかな？やったぜ！お、赤足じゃん。やった。でかいのかな？なんかそんなでかくなさそうですね。よし。なんかさ、もうとりあえず何もいないんで、あ、そういえばさ、久々にさ、ちょっと、もう時間も時間ですけども。出てこい。ひどいね、ほんと。賑やかだな。きみこちゃんが来てるからね。はーい。特に何もくれないのね。まあそうだよね。よいしょ。さあ、帰ってきて9時ね。じゃあとりあえずもういきなりお風呂行こうかな。さすがに9時だったら誰も入ってないよね。やだな、怖いな。よし。
太陽は家にいないしお父さんもいないからって考えると誰と風呂入るの一人今日も一人だろうな。しゃあなし、しゃあなし。ちゃんと毎日してて偉いと思うよ、ほんと。お風呂にもちゃんと毎日入ってるし。一人でした。見知らぬ男性。何枚だ何枚だ千枚だ百枚だもっとくれあげないよ。言いたくなるのよねこれね。でこれはもうね飛ばしていいんで、はい、まだお小遣いくれない。っていうかそう待って、手紙をさあるんだけど、手紙あれ誰に渡せばいいのおじさん太陽ではないよね。キミコじゃないもんね別にね。はい、そういうこと。まあそうね、小学生からしたら確かに不思議な話だよね。恥ずかしい話なんですけど、もう10時だ寝るぞ。よいしょ、寝ます。明日夕方に絶対家帰ってこないとな。穴子渡さないと腐っちゃうからね。いいね、最低最低な内容の日記を書いてしまった。まあいいね別にね、子供って感じ、うん、よし。ということで11日目も無事終了しましたね。はい、ということで、次明日また12日でお会いしましょう。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。